TV サイド A。 全然何も見えないよ。もうなんでこれ。え、どうしたのゆうた。ねえ、どうした。これさ、 VR ゴーグルだよねこれね。そうそう、うん、そうなんだけど、うん、全然サイズ合わないし、覗いても真っ暗だし、それは無理だね。これどうやったら使えるの。サイズは無理だよ。じゃあちょっと見てみる。見てみて。これもね、なんかすごい機械、コントローラーみたいな感じなんだ。ボタンついてるね。分かってないでしょ絶対。ボタンついてる。いや分かるよ、多分ちょっと触ったら分かる。うん、ちっちゃい。なんか右手でね、R って書いてあるから。ってことはこれは左手かな。そうだね。楽勝楽勝だこれ。浅っ、知識浅っ。ダメだよこれ。どうしても使いたいのこれ。これでゲームしたいの。え、何のゲームがしたいの、ゆうたん。これで、リトルウィッチアカデミア VR ほうき星に願いをっていうゲームをしたいの。これなんと、お友達のセリザーさんが出てるから。あ、見たいの。ゆうちゃん。そう、セリザーさん。あ、セリザーさん。敬意を込めて、セリザーさん。結構敬意込めてる。そうそう、大好きだから。尊敬して、そりゃそうだよね。これやりたいのよ。やりたいの。うん、どうする。ねえ、ねえ、どうやって。よし、わかった、オッケー。お、何。じゃあ、とりあえず、そのリトルウィッチアカデミアに詳しい人呼んでこよう。いつものね、いつものやり方で呼んでこようよ。うん、呼びましょうか。任せといて、任せといて。オッケーですか、それでゆうたは。やりたい、やりたい。いろいろ教えてもらえるから、これで。やった。じゃあ、早速始めよう。ぐすま TV サイドA。それでは早速、スマイルセッション。改めまして、ゆうたんです。改めまして、伊藤美久です。改めまして、鈴木みなりです。はい、ということで、リトルウィッチアカデミアに詳しい方をお呼びしたので、はい、登場していただきましょう。どうぞ。はい、ちょっとごめん。どうぞ。皆さんこんにちは、リトルウィッチアカデミアでダイアナを演じています、ヒカセヨウコです。よろしくお願いします。お願いします。いらっしゃいませ。君たちは人選を間違えたよ。え、そうなんですか。私は詳しくないぞ。詳しい人って思って呼んだのに。違うの。そうなの。そうなんですよ。判明じゃなくて大丈夫かなって。あ、マイク触っちゃった。素人か。素人か。素人か。頑張ります。信じて。はい、信じております。優しい久しぶりだなと思って。そうなんですか。久しぶりですか。元気か。元気です。ここにあのゆうたんってきっと初めましてですよね。そう、ちょっと初めまして。こっちすごい見た。めっちゃ見た。ゆうたんここだよ。ゆうたんここにいるんですね。ダイアナでね、ちょっと攻撃しようと思ってたんだけど、ちょっとなんか帽子の角度とか結構厳しいらしくて、結構今怖くて動かせないんだけど、動かしちゃう。くれ、え、痛い、やめろ、くれ、やめろ、負けない、ベシ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 、やめ、やめ、あー、ゆうこっちゃない、勝ちだ、ゆうたの勝ちだ、ゆうこ、もうちょっと、何してくれるんだ、は、乗ったのか、乗ったのか、乗ったのか、無茶ぶりすぎる。乗っているはず。違うよ、今日はリトルウィッチアカデミアでしょ。そうですよ。そうなんです。オキュラスクエストっていうのをね、使いまして、リトルウィッチアカデミアの VR ゲームをプレイしたいんですけれども、その前にね、リトルウィッチアカデミアのことをもうちょっと詳しく知りたいなっていうので、はい、わかりました。教えていただいてもよろしいですか。じゃあちょっとまずはもう PV を用意したので、すぐ PV で見てもらって。はい、それではどうぞ。あー、かわいい。リトルウィッチの映像を見るとなんか泣いちゃうんだよね、なんか。みんなね、好きすぎて。あ、魔法学科。ちゃっちゃと終わらせよう。ルーナノバ。わ、楽しそう。私は気持ちいい。あれ、あれ聞いたことある。え、聞いたことある。これ、これ、これ、これ。二人でならきっとうまく飛べる気がする。リトルウィッチアカデミア VR ほうき星に願いを。そうなんです。今これはちょっとゲーム
の PV を見ていただいたんですけど、はい、まずリトルウィッチというリトルウィッチアカデミアという作品についてちょっと説明すると、はいはい、まあ、こちらの作品はまあトリガーさんが制作していて、で、吉成監督のオリジナルアニメなんですけど、もともと最初はアニメがスタートだったんじゃなくて、まあ、その文化庁による若手アニメーター育成事業アニメ未来2013っていう、それぞれこうオリジナル作品をこう作ってまとめてこう上映するみたい な, なんかちょっとプチイベントみたいな感じの、まあ、ものがあって、そのうちの1作品だったんですよね。でそこで、まあ、リトルウィッチアカデミア、まあ、ちょっと人気出ちゃって、すげえ人気出ちゃって、思ったよりも人気出ちゃったなで2015年にもう一回続編が公開されることになりまして、でまたさらに、まあ、リトルウィッチアカデミアさらに人気出ちゃって顔で買ってで2017年にテレビシリーズをやることになりまして、はい、放送されて国内外、特にもう海外でもすごい人気を博しまして、そうだ、はい、魔法ってやっぱりどこの国でも人気ですよね。クラウドファンディングとかもしてたくさんの方に応援いただきましてね、はい、で、まあ、内容としては、まあ、幼い頃から魔女になることを夢見ていた主人公アッコがルーナノバ魔法学校に通って、まあ、仲間たちと大騒動を巻き起こすストーリー。何が起こるのやら、そう、私は結構そのライバル的存在、アッコのライバル的存在で、あ、ね、まあ優等生確かに見た目からしてこうちょっと優等生感出ちゃってますよね。やっぱね、まあ顔キャスできる顔してたかなもう分かったわ、もう分かった、もう分かった、言うた、もう分かった、もうみんなも分かったでしょ、いけるっしょ、いける、でもそれ行くゲームやろうよ、ゲームやろうよ、私の話つまんなかったおい、ゆうちゃん大丈夫、もう顔で分かった顔で分かった、理解できたゲーム早速やっちゃおう、ゲームやろう、うん、じゃあもうせっかくさっきあんなドヤ顔なさってた日笠さんぜひお手本をお願いいたしますまあそうですよね、さっきの顔キャスっていうぐらいこう自信満々でしたから、うん、君たちは人生を間違えた最初に戻った最初に戻ったわかりましたね、せっかくもう来てますんで、うん、アカデミアの一員としてお手本を見せます、わ見せて差し上げますわ、ちょっとキャラ間違ってるなぐすま、それでは日笠さんチュートリアルお願いします、お願いします、やるぞで、ここからですね、なんと解説としてリトルウィッチアカデミア VR プロデューサーのコージピーさんにお越しいただいています、はい、天の声的な感じですね、音声のみですね、そうなんです、では日笠さんスタートを押したくしょうがない、押したくしょうがない、やるぞ、じゃあスタートボタンお願いします、スタート、始まった、始まった、かわいい、すでに始まってる、わあすごい、わあ、上から、いてててて、もうなんでうまく飛べないの？すごい、目の前にアッコいる、魔力がいっぱい溢れてるから魔法使い放題って言ってたのに、すごい、よしもう一回、であれ、あなた。ルーナノバに体験入学に来たっけ？体験入学に来たんだ、体験入学？どっちがいいと思う？はい、え、どっちがいいんだろう、え、変わるんですか、これルートが、ルート、あ、変わる、あ、変わるんだ、体験入学？体験入学？違うの？もうすぐ体験入学に来る子がいるから見かけたら案内してって言われてたんだけど、どうなの？あれ？体験入学書持ってた、持ってた、体験入学に来たんだね、持ってるのに、ね、私、かがりあつこ、あっこって呼んで、あっこ、大丈夫、思いっきり、さっきの見られちゃってたかアクションが、ね、すごい可愛い、うわー、チャーミングな子だ、ね、魔法が苦手でさ、で、他もうまくないけど今は魔力が満ちてるからいけるって思ったんだけどな、そうだ、アーシラ先生に体験入学に来た子に会ったらこれを渡してって言われてたんだ、ん、何だろう、あー、あとこの水晶が、わー、体験入学生はこのスマート水晶にいろいろ教わりながら魔法
こんにちは。私はスマート水晶のネリー。星の導きで君にネリナビゲーションするよ。これ聞いたことある。めっちゃいいな。私が入学した時もあの人に似てる。そうだよね。芹沢優ちゃんの声だよね。芹沢さんだよ。可愛いね。かわいい、かわいい、かわいいね。あ、手を伸ばしてる、伸ばしてる、触ろう、触れきそう、触れな。これからちょっと届かない、ちょっと届かない、あの一歩。まずはルーナノバの宿舎にある体験入学生用の部屋に向かおうよ。遠いな。まずはルーナノバに行かなくちゃ。歩いていくと大変だから早速ほうきに乗ってみよう。いいね、いいね。それじゃあ私がお手本を見せてあげる。大丈夫かな。さっき落ちたけどね。落ちてたけど。あれ？お？え？お？うわー！すごい。楽しい。すでに楽しい。じゃあ気を取り直そう。お構いなしですね。じゃあ前傾姿勢をとってね。え、もう止めちゃうんですか？やば。飛ぶ練習をしてみようか。まずは、あ、やば、飛ばしちゃった。飛ばしちゃった。このシティをキャリブレーションしてデータを登録するよ。うんうん。登録には右コントローラーの人差し指トリガーボタンを使うんだ。人差し指トリガーボタン、私はスピードアウトするから OK というまで押し続けてね。バッター、お、ブイブイしてる。また飛ばしましたね。また飛ばしましたね。チュートリアルやらないタイプだよ私。それじゃあ前傾姿勢を取ってみて。前傾姿勢。もう少し前かがみになってる。もっと前かがみ。本当に乗方機乗るみたいな。おお、こんなになんだ。コントローラーを傾けてみて。上に向く。下方向にコントローラーを傾けてみて。かわいい。下方向にコントローラーを傾けてみて。下方向にコントローラーを傾けてみて。お、すごい。すごい。ブレーキの操作方法。ブレーキもあるんだ。左コントローラーの人差し指トリガーボタンを長押しすると減速してほうきが圧迫したりよ。それじゃあ試しにやってみて。おお、いよいよ飛行の練習。もう緑の輪っか、レイリングに向かって飛んでみよう。緑の輪っか、レイリング、楽しみ。うん、楽しい。これは楽しいんだよ。まあ、おお、すごい。うわー、始まったー。あれ、こういうこと。おー、おー、すごい、怖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 い。輪っかの中を通ってください。輪っかの中通ってます私。低めですね。お、低めの飛行ですね。おー、落ちた。うわー、うわー、うわー、でも行けてる。かわいい。あー、あー、飛んでるね。あー、ちょっと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 、あ、いいですね。あ、飛んだ、飛んだ。おー、あ、飛んだ、飛んだ。めちゃくちゃ景色が綺麗。すごい。ぐすま、やっぱさすがだったね。ねえ、すごかった。そうでした。すごかったです。セーフ、セーフ。めちゃめちゃ上手でした。本当。空飛んでたもん。くぐってましたよ。まあ、私ぐらいになるとさ、空も飛べちゃうんだよね。さすがだ。調子乗りだし、すげすぎる。いや、まあ、じゃあせっかくだからさ、まあみんな手取り足取り教えてあげるかな。うん、一緒にレースでもやってみる。え、やってみたい。やってみたい。じゃあいいでしょ、いいでしょ。じゃあ、じゃあさ、次回はさ、3人のガチンコ真剣勝負とかどうよ。いいじゃん。やりましょうね。やりましょうよ。じゃあタトランってやって、やっちゃおう。やっちゃおう。やっちゃおうね。じゃあちょっとここでダイアナちゃんからリトルウィッチアカデミアの宣伝をぜひお願いいたします。わかりました、今回ご紹介したリトルウィッチアカデミア VR ほうき星に願いをは2020年10月13日に発売です。主題歌ドリームフライトは歌唱はゆりかさん、
作詞作曲は大原ゆい子さんが担当されるので、ゲームと合わせてお楽しみくださいね。うわー、ありがとうございます。ダイヤのさんだと声優さんでしたわ、一応一応じゃないで、一応じゃないで、声優さんでしたよさっきまで何だった、さっきまでは誰だった空飛ぼう、おばさんそんなことない、姉さん、ね、でもこれ本当にさ、お家でやるってなったらさ、ちょっといくらくらい、気になるな、確かに、確かに、お高いんでしょ、高いんでしょ、ね、ちょっとコージピーさん、そうですね、そこの机に置いてあるオキュラスクエストっていうのがこれですね、まあ、その VR をやるための機械なんですけれども、はい、今、ネットとかでも買えることができて、まあ、大体5万円ぐらい、ね、思ったよ、意外ともっとね、2桁万円ね、意外そうだね、そんなイメージだった、うん、本気の本気ぐらい、本気の本気、本気の本気、本気に入るみたいな、手に入るぐらいでけね、無理じゃん、全然無理じゃないかも、とってもご褒美に買える ね、 ねえ、これをゲットしたらもうこのゲームができて、うん、お家でいつでも遊べるんですもんね。そうですね、スマホゲームと同じような感じで、かぶるとその中にこうストアがあって、うん、まあ、いろんなゲームをダウンロードして遊ぶことになる、すごい、こんなことやるんだ、じゃあなんか家電量販店とかでソフト買いに行くとかじゃないんだ、もうこれ一台で、これでここでピッピってできるんだ、できますよ、お家出なくていいんですね、出ずに新しいソフトが遊べちゃったりとかもするんだ、進化してるな、すごい、しかもさ、リトルウィッチもすごい、空とか綺麗だったしさ、ちょっと旅行気分になれますね、わー、ね、いいですね、気分になりたい、いや、ちょっと素晴らしい宣伝ありがとうございました。じゃあ次回もみんなで一緒に遊べるってことで、次回も楽しみにしててください。以上、スマイルセッションでした。コージピーひかささん、ありがとうございました。ありがとうございました。ぐすま、さて、そろそろお別れのお時間です。今回の放送どうでした？もうめちゃめちゃやりたくてしょうがないよ、今早くね、早くやりたい。2人はどう、自信ある？めっちゃある。え、あの、なんで？なんかすごい今日、ほうきに乗りたいなって思ってたの、どうぞ。朝起きた時からね、もうほうき乗りたい、どんな日よ、ちょうど乗りたいなって思ってた気分だったから、もう最高。もうちょっとだけ待っててね。わかった、もうすぐ。え、のりりん、私も実は昨日の夜からずっとほうき乗りたくて、やっぱり、そう、そんな気分だよね、そんな気分、なんかいける気がする、うん、気持ちは2人ともめっちゃいけそうな感じなのね、うんうん、頑張る。ちょっとじゃあ次回楽しみにしとくわ、うん、はい、ということで今回のぐっすま TV はおしまいです。今日楽しかったなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録もしてください。お願いします。それじゃ